どうも皆さんこんにちは、イサフトです。よし、続きやっていきましょう。一旦海岸に人がいるっぽいから、みんなに話しかけていく感じなのかな。私に近づいたんでしょう。あ、違うね。やっぱあの矢印の方に行くと進むと。素早い退散だな。満足か。どういう意味。教えに反した兵士たちは死に、従順な僧兵だけが残った。あー、なるほど。昔と同じというわけにはいかんな。そういうことだったのか。キノック、まあなんかゴミみたいなやつだな。しかしユーナ殿、このような時こそ気丈に振る舞わねばなりません。普通の人間ならば時には悲しみに浸るのも良いでしょう。けれどあなたは召喚し、人々の希望そのものなんです。ああ、以前ティーダに言ったセリフだね。真を倒すまで弱音は許されません。よく心得ておくことです。はい、努力します。やばい、シーモアがいい人に見えてきた。ならば私が支えとなりましょう。ユーナレスカを支えたゼイオンのように。ユーナレスカ、知ってる言葉が出てきたぞ。スバトラが強い人だ。いずれお目にかかるとき。それでは。ユーナレスカ、ユーナとは別人なんだ。へえ。真はジェクトだ。実はさ、そうかもしれないってさっき思った。言っとくけど信じたわけじゃない。真はジェクト。奴はお前に会いに来た。ああ、やっぱりだからティーダがいれば。俺に会うためにたくさん人を殺したってのか。まあそういうことだよね。それが真だ。自分の姿をお前に見せに来たのだろう。何のために。全然知るかって。お前に殺されるためだ。え？死んでいる限りジェクトは襲い殺し続け、それをお前に止めてほしがっている。ふざけんじゃねえよ。なんであんたにそんなことがわかるんだよ。話の途中だろ。逃げるなよ。お前もな。二人とも早く。張り切ってんな。お、喋るか。辛い時ほど努力して明るく振る舞う。喋るんだ。今も同じだ。無理をしている。ほっといていいのかよ。ガードが心配するとユーナはもっと無理をする。お前も気をつけろ。うわー、なんか決まりの声初めて聞いたぞ。心配するより笑顔。決まりも練習している。ちょっとやってみ。キマリって自分のことキマリって言うんだ。気持ち悪い。ああ、おお、知らない人。あ、あれもしかして。お名前を聞かせてもらえないか。あ、違うか。ビサイドから参りました、ユーナと申します。なんかルカ・ゴアーズの一人かと思ったら違ったわ。ブラスカ様のご息女だね。お父上の面影がある。嘘でしょ。父のお知り合いですか。いや、直接お会いしたことはないんだ。あ、失礼。僕はイサール。あ、イサール。君と同じ召喚士だ。いや、イサールこそトラマスですごいお世話になってるわ。よろしくお願いします。俺はマローだ。見りゃわかるだろうが、兄貴のガードだ。子供の頃からいつもブラスカ様を見上げていたよ。いつかブラスカ様のような大召喚士になりたいとね。きっとお父上から素晴らしい能力を受け継いだことだろう。君なら必ず真を倒せるはずだ。いえ、そんな、私まだ召喚士になったばかりですし。もちろん僕も負けるつもりはない。どちらが先に真を倒せるか
競争といったところかな。まあなんかいい人そうだね、すごく。私だって負けませんから。兄貴。ではユウナ君、僕はこれで。お互いに頑張ろう。はい。召喚士はみんなやること一緒なのかな。寺院回ってどうのこうのが、まあ、基本なんだろうな。でまたティーダはお留守番の可能性が高い。なんすか。君、ユウナ君のガードだろ。マローダが妙な話を聞きつけてね。君たちも知っておいた方がいい。討伐隊の連中から聞いたんだけどよ、ここんとこ旅の途中で行方不明になる召喚士がやたら多いっつんだわ。は？魔物にやられた可能性もあるが、それにしては数が多すぎるようだ。詳しいことは分かんねえけど、とにかくおめえらも気ぃつけろや。誰かにさらわれるとかそういう感じだもん。召喚士が消えちまったらガード的にシャレになんねえだろ。なになに？何のお話？ガードの仕事をしっかりやれっつう話だ。僕ちゃんとやってるよ。ねえ兄ちゃん、くれぐれも気をつけて。なんだろう、それがシーンと何か関係あるのかな。ハッセ。なに兄ちゃん。出発するよ。うん、わかった。じゃあね。おー、じゃあ例のごとく。よし、試練の間か。集合だな。よろしくお願いします。おー、ついにティーダも正式なガードと認められたの か。よし、じゃあ試練の間やっていきたいと思います。まあ適当にここはスキップかな。よし、完了。いやすげえ疲れた。誰にも話しかけられない。どうしたんだろう。とりあえず待ち、静かにしとけって怒られてしまった。お、扉が開いたぞ。あら、またあなたたち。それはこちらのセリフだ。相変わらず頭数だけは多いね。どうしたのバルテロ。そのおじさんに何かよ。あんた、アーロンだな。アーロン人気者すぎんか。どうする、握手してくれないか。有名なんだね。いや、アーロンさん。いや、そんな顔に見えないぞ。お前、あんたに憧れてガードになったんだ。握手会にいるアイドルオタクだ。ありがとうございます。感激です。絶対そんなタイプじゃないじゃん。プラスカ様を守ったガードを捕まえて、おじさんとはな。物知らずにも程があるわね。うわぁ、バチバチしてる。もういいでしょ、戻ってきなさい。苦労してんな。お、帰ってきたユナ。おかえり。朝になってる。持つべきものは偉大な父親ね。ガードの数はむやみに多いし、アーロン様まで味方につけて、それにシーモア様にも気に入られているみたいじゃない。ウラスカ様の娘って肩書きがあると違うわね。肩書きが何もない人はかわいそうだね。関係ありません。私は一人の召喚士として旅をしているだけです。あら、結構なことね。でも偉そうなことを言う前に、まず自分の足でちゃんと立ったら。ガードに頼ってばかりだと、いざって時に痛い目見るわよ。お、新しい召喚士だ。召喚獣イクシオン、初めて聞いたな。まあこれでいいけど、羊なのか。よし、じゃあ一旦今日はここまでにしようか。まあ、じゃあ次回、この続きからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。